下法と原法2。今回は政府の数の下法括弧異符号について一緒に学んでいきましょう。さあ今日やるのはね、こんな問題なの。プラスの3足すマイナス4、符号が違う異符号の下法です。符号が違う時の足し算ってどうやるのっていうのを今日学んでいきます。まずちょっと数直線で考えてみるとこんな感じよ。はい、プラスの3っていうのは、はい、この0原点から右に1、2、3、はい、ここに来ました。はい、今度はマイナス4加えなさいって言ってるんですよ。はい、マイナスですから今度左に進みます。はい、だから1、2、3、4、はい、ここに到着しました。はい、答えいくつ、ここに来たんだからここの数字を書いてあげればいい。マイナス1ですよね。まあ、こんな風に考えてあげればいいんだけど、まあ、毎回ね数直線書くわけにはいかないから、この符号が違う時の加法にはこんなルールがあるよっていうのがあるの。それをまとめたのがここなんだけど、絶対値の大きい方から小さい方を引いて絶対値の大きい数の符号をつけると。どういうことと、これね簡単に言うとね、絶対値、まずプラス3の絶対値3、マイナス4の絶対値4、はい、ここに書きました。絶対値が勝っている方から負けてる方を引く。まあ、勝ってる方ってさ、これ大きい数のことね。大きい数から小さい数を引くって考えてもいいよ。ね。もうこう戦いだと。もう勝っている方、勝っている方って4だよね。はい、数字が勝ってる。はい、勝ってる方から負けてる方を引く。引く。はい。だから、4-3をする。1と出ます。じゃあ、符号はってことなんだけど、符号はこうです。勝っている方、つまり、大きい数ね。大きい方の符号をつけてあげればいいよと。はい。だから大きい方の符号っていうのは、マイナスだよね。4の方が勝ってんだから。ね。4の方が大きいんだから。大きい方の符号をつける。はい。だから1に大きい方の符号をつけて、マイナス1が答えですよ、というふうになるわけです。練習していけば慣れていくので、ちょっと今日、この例題を解きながらみんなで一緒に練習していきましょう。じゃあ次行きましょう。はい、2番見てください。マイナス1とプラスの2。はい、どうですか？符号が違う加法が出てきました。はい、この時どうするのか。はい、まず絶対値出していきましょう。はい、マイナス1の絶対値は1。プラス2の絶対値は2だ。はい、そしたら大きい方から小さい方を引きましょうと。はい、2-1は1。はい。1。じゃあ、符号は勝っている方の符号がつくんですよ。はい、1と2。はい、どっちの方が大きいの ?2 の方が大きいんだから、大きい方の符号をつけてあげればいい。プラス1だよ。はい、ということで答え、プラス1になります。はい、じゃあ続いて、さらに問題進めていきましょうか。はい、じゃあ3番見てください。マイナス5分の2。はい、そして、プラス3分の1。符号の違う足し算になってます。さあ、符号の違う加法ってどうやるのかっていうと、まず絶対値だよね。はい、絶対値。5分の2。はい、そして、これ絶対値3分の1。はい、どっちが大きいかわからないので、通分しましょう。はい、通分すると、15分の6。15分の5。はい、そうすると、15分の6の方が大きいよね。はい。ってことは最初に何するの？勝ってる方から負けてる方を引く。はい、大きい方から小さい方を引くってことですから、15分の6引く15分の5。で、答え15分の1と出たよね。はい。ということで、ちょっと符号は後で考えるから。はい、15分の1となりましたと。はい、じゃあ符号どうなるのと。大きい方の符号がつくんだよ。はい。大きい方の符号がつくってことは、マイナスをつけてあげればいい。はい、マイナス15分の1が答えですと。はい、いいでしょうか。どう？そろそろ慣れてきました？はい、じゃあ続いていきましょうか。はい、マイナス3足すプラス 2.6。はい、これも符号が違う加法です。符号が違う加法っていうのは、はい、まず絶対値。はい、これ3だね。はい、絶対値。2.6 だね。はい、勝っている方から負けてる方を引く。はい、そうすると 0.4 になるのよ。はい、じゃあ答えね。はい、符号の部分ちょっと考えるから、開けといて。0.4。さあ、符号はどうなるのか。
勝っている方、大きい方の符号がつくと。はい、大きい方の符号がつくんだからマイナスをつけてあげればいい。だからマイナス 0.4 と、はい、このようになります。はい、ということで今回は政府の数の加法（異符号）について一緒に学んでいきました。